プライスの襲撃ルートプライスの襲撃は南北戦争のミシシッピ川流域戦線において1864年に南軍機兵隊が行った襲撃である。スターリング・プライス少将がミズーリ州とカンザス州で数多くの戦いを行い、最後はアルフレッド・プレソントン少将の北軍機兵隊に敗北した。これはミシシッピ川の西では 最後の主要作戦となった。1864年秋のアメリカ合衆国大統領選挙が近づくにつれて、南軍は絶望的な状況になっていた。エイブラハム・リンカーン大統領の再選は、南軍側にとっては最悪の事態になることが分かっていたが、国中の戦場での結果は、リンカーン有利に働いていた。ユリシーズ・グラントは、南軍のロバート・イーリー軍を、 ピーターズバーグ包囲戦で閉じ込めていた。ジュバル・アーリーはワシントン DC 郊外から撤退させられ、フィリップ・シェリダンがシェマンドを警に追っていた。ウィリアム・シャーマンはアトランタを占領していた。その年の初夏、南軍指導層はミシシッピ川流域軍指揮官、エドマンド・カービー・スミス中将にリチャード・テイラー指揮下の軍団をミシシッピ川の東に派遣し、 アトランタやモービルの防衛を支援させるよう命令した。ミシシッピ川を、私船や、歴史の中でも、最長となったことであろう船橋で渡るということは、北軍の法官が常に紹介していたために不可能と、考えられ、テイラーは別の目的に当てられた。カービー・スミスは、テイラーに提案されたとかから、北軍の注意をそらせるための準備によって一部、思いついた。 支援計画があった。スミスはミズーリ州を占領すれば北部大衆の考え方をリンカーンに反対するものに変えられると考えた。これを成し遂げるためにセントルイスの方向にスターリング・プライスを大規模大襲撃に送った。プライスの作戦はセントルイスとその豊富な軍事物資倉庫を占領することだったがもしそれらが厚く防御されていると分かった場合 そこを省略して、西に回り、シュートジェファーソンシティを占領するというものだった。プライスはそれから西への移動を続けて、カンザス州を横切り、南のインディアンジュン州に向かって、国中のロバー、馬、牛を呼び、軍需物資をさらってくるつもりだった。プライスは1864年8月28日に、アーカンソー州カムデンからその騎兵隊、バセップホールズと別れた。 翌日、プリンストンでニコ師団と合流し、9月13日にポカホンタスで3番目の師団と落ち合った。その合同隊は9月19日にミズーリ州に入り、ほとんど毎日となるミズーリ州民兵隊との小競り合いを始めた。プライスはミズーリ軍と呼ばれた騎兵隊を集め、総勢は1万2000名だったが、そのおよそ3分の1は、 作戦当初武装もしていなかった。三個師団で構成され、それぞれジェームズ・ F ・ファガン少将、ジョニス・マーマ・デューク少将及び、ジョセフ・王ジョ・シェルビー・准将が指揮した。北軍はこの作戦を、民兵隊とアンドリュー・ジェスミス少将の、第16軍団に、ウィリアム・ローズ・クランズのミズりリ方面軍から派遣された。 アルフレッド・プレソントン少将の騎兵手段が補充されて始まった。ローズ・クランズはスミスの軍団がこの脅威に対応するために水売り就任務を割り当てられることを要請した。陸軍参謀総長ヘンリー・ハレックは直ちに要求に応じてスミスに上流に向かうよう命じた。10月半ばまでに新しく起こされた境界軍の指揮官サミュエル・アール・カーティス少将の指揮下で カンザス宗教から追加部隊が到着した。カーティスは、ジェームズ・ジー・ブラント少将、ジョージ・ W ・ディーツ・ラー少将、プレソントンの騎兵隊及び、スミス軍団から派遣されたジョセフ・ジェイ・ウッズと、デイビッド・ムーア各大佐の不評師団を指揮し、総勢は約3万5千名となった。北軍トマス・ユーイング・ジュニア巡将は、援軍と共に、プライス軍の前進を妨害するため、 セントルイスからミズーリ州アイアントンに向かう鉄道をだった。9月27日の朝、プライスが攻撃して北軍を後退させピローノ部に近いダビッドソントリデを橋とする防御線に追い込んだ。その日の午後遅く、プライスは何度もトリデを吸収したが失敗し大きな損失をこむった。夜の間に北軍はトリデを放棄した。プライスは 兵士の生命という大きな代償に加えて、北軍が勢力を集中させ襲撃に対応するために必要な時間を与えてしまった。同じ日に、セントルイスの西で、ウィリアム・ブラッディ・ビル、アンダーソン中尉が率いる南軍のゲリラ隊が、ミズーリ州セントラリアを襲って焼き討ちし、セントラリアの虐殺と呼ばれることになった。アンダーソンは悪名高いウィリアム・シー・クアントリル大佐の、 仲間であり、フランクとジェシーのジェームズ兄弟を伴っていた。これら二つの出来事に対応して、第16軍団は、セントルイスに向かい、プレソントン部隊で補強され、プライスは、西のジェファーソンシティ方面に進路を変えた。プライスは、グラス号に文献隊を送りそこにあると言われている、武器倉庫の武器と物資を、自由にするという決断をした。この風評、 騎兵と砲兵の混成軍は、町とヒアフォードヒルの防御陣地を包囲した。10月15日の夜明け前、南軍の大砲が砲撃を始め、グラス号に向かって様々な経路から前進し、北軍を後退させた。北軍は、町から出て、丘に上がりヒアフォードヒルの防御陣地に向かった。そこで防御戦を敷いたが南軍は、前進を続けた。 北軍のチェスター・ハーディング大佐は、南軍の次の攻撃に対して防御できないと、判断し、午後1時半ごろに降伏した。ハーディングはいくつかの北軍装甲を破壊していたが、プライス隊は、ライフル銃、上着及び、馬を発見した。南軍は3日間長に泊まり、その後新しい物資と武器を持って、主部隊と合流するためにカンザスシティ方面に進んだ。 この勝利と物資や武器の確保でプライス軍の士気が上がった。プライスの水売り側に沿った後軍はゆるりとしたものであり、北軍は集中する機会を得た。水売り方面軍を指揮するウィリアム・ローズクランズ、少将はプライスとその軍隊を捕まえるために挟み撃ちを提案したが、カンザス方面軍指揮官のサミュエル・アール・カーティス。 少々と連絡が取れず作戦が成立しなかった。カーティスはその部隊兵の多くがカンザス州兵であり、ミズーリ州に入ることを拒んだので、問題に直面していたが、ジェームズ・ジー・ブラント少々指揮下の2000名の部隊がミズーリ州レキシントンに向けて進発した。10月19日、プライス軍はレキシントンに接近し、北軍の全小隊や、 石膏隊と午後2時頃に衝突し、これを撃退して、主力部隊との戦闘になった。北軍は初めは抵抗したが、最終的に、プライス軍が北軍を街を抜けて、街の郊外まで押し出し、夜が来るまで、インデペンデンス道路に沿って追撃した。カーティスの全軍ではないので北軍は、プライス軍を止められなかったが、南軍のゆるりとした行軍をさらに遅らせることができた。 ブラントはプライス軍の勢力と配置について貴重な情報をつかんだ。10月20日、ブラント隊はミズーリ州インデペンデンスの8マイル東にあるリトルブルー川に到着した。北軍は川の西岸に強力な防御陣を敷いて再度南軍との交戦に備えた。しかし、カーティスはブラントにインデペンデンスに入るよう命令し、リトルブルー川には ブマスムーンライト大佐の小部隊を残した。翌日、カーティスはブラントに、その志願兵全てを率いて、リトルブルー川に戻るよう命じた。ブラントが川に近づくと、ムーンライトの小部隊は、命令通り橋を焼き、敵と交戦し、先日占領した強力な防御陣からは撤退し、川を渡ったことが分かった。ブラントは、戦闘に割って入り、 再占領したいと考える防御陣の向こうに敵軍を押し返そうとした。北軍は当初南軍を交代させたが、南軍の方が勢力で優勢であり5時間の戦闘で北軍が損失を多く出した。北軍はインデペンデンスまで交代し、暗くなった後に宿営に入った。南軍は再度その歩みを鈍くされ、カーティスの下に多くの援軍が到着していた。 プライス軍は、西のカンザスシティに向かった。10月21日の夜はインデペンデンスで宿営し、翌朝ジョー・シェルビー師団を先導に、続いて、マーマデュークの師団、後衛は、ファガンの師団という順序で、採業を再開した。シェルビー隊は、バイラムズ・フォードに出たが、他の2個師団はうまくことが運ばなかった。プレソントンの北軍兵隊が、リトルブルー川を渡り、 ファガン師団の一個旅団を叩き、インデペンデンスを占領した。マーマデューク師団が、インデペンデンスの西役にマイルで、プレソントン隊と遭遇して激しく攻撃し、後退させて10月23日の朝まで、追い詰めておいた。しかしプレソントンの行動は、プライスとその軍隊を脅かし、影響を与えた。南軍は、ビッグブルー川を越えた後でその市長隊を、 スコットトリデ道路のリトルサンタフェまで送った。プライスの水売り軍が西のカンザスシティやレブンワーストリデに向かっていたので、ウェストポート周辺にいた。カーティスの境界軍が南軍の作業を塞ぎ、プレソントンの騎兵師団はプライス軍の後衛を圧迫していた。プライス軍には500両近いニウマ車があり、ビッグブルー川を渡るにはそれら市長隊を通すよい。 アサセが必要だった。バイラムズフォードはそのあたりでは最善のアサセであり、ウェストポート周辺の戦闘では戦略的地点になった。10月22日、ブラント師団がビッグブルー川西岸で防御的陣地を敷いた。午前10時頃、シェルビー師団の一部がブラント隊に正面攻撃をかけた。この攻撃はシェルビー隊の残りが ごしらへの防御線を敷いたブラント隊の側面をついたので、作戦的にうまくいき、北軍をウェストポートまで後退させた。その後プライスの市長隊と五戦闘の牛がバイラムズフォードでビッグブルー川を渡り、南のリトルサンタフェの安全地帯に向かった。プレソントンの騎兵隊がプライス軍の航路で活動しており、 マーマデューク師団がバイラムズフォードでビッグブルー川西岸を守り、プレソントン隊がプライス軍の後衛を攻撃することを妨げた。プレソントン隊は10月23日午前8時頃、バイラムズフォードでマーマデューク隊を攻撃した。3時間後、マーマデューク隊は十分に戦ったとして、ウェストポート方向に後退した。プレソントン隊は川を渡り、ウェストポートで、 カーティスの境界軍と戦っているプライス軍には新たな脅威になった。プライスは南に後退する必要があった。プライスはその前面と後部でカーティス軍とプレソントン隊に対応する必要があり、一つずつ攻撃することにした。プレソントン隊はまだ後方にあったので、プライスはまずウェストポートでカーティス軍を攻撃することを選んだ。 カーティスは強力な防御線を構築し、4時間に及ぶ。戦闘の間、南軍は猛然とぶつかっていったが効果はなかった。南軍は北軍の前線を破れず、南に後退した。ウェストポートは、プライスの襲撃の行方を決めた戦いであり、この時点から、南軍は、後退を続けた。プライス軍が南に後退し、戦場を差配したプレソントンの隊が カンザス州まで追撃し、林軍、トレーディングポストのメルダジリン川岸で戦った。午前4時に始まった、砲撃戦の後、プレソントン隊が激しく攻撃した。プレソントン隊は、数では劣勢だったが、南軍の前線を叩き、後退させた。トレーディングポストの約6マイル南で、プレソントン師団のフレデリック・ベンティーン大佐と、ジョン・ F ・フィリップス大佐のニコ旅団が、 マインクリークを渡っている南軍に追いついた。南軍は視聴者を浅瀬で渡すために立ち止まっており、マインクリークの北岸で戦列を敷いた。北軍はここでも勢力で劣っていたが、戦闘中にプレソントン隊の支援部隊が到着したので、騎兵攻撃を観行した。北軍は南軍を包囲し、約600名の兵士とマーマデューク及び、 ウィリアム・エル・キャベル巡将の二人の将軍を捕虜にすることになった。プライス軍は多くの兵士を失いその運命が見えてきた。UFO の領土に退くことが唯一の選択肢になった。プライスはカンザス州のスコット砦に向けてそのニューマシャ運搬を続けた。10月25日午後遅く、プライスの市長隊は マーミトンガワーサセを渡るために苦労し、マインクリークの時と同様立ち往生した。プレソントン騎兵士団のニコリョ団を率いる、ジョン・マクニール巡将が南軍を攻撃し、プライスとその士官たちは、かなりの数の非武装兵士も含め部隊を再結集させた。マクニールは、南軍の勢力を観察したが、その多くは武器を持っていないことがわからず、全力攻撃を差し控えた。 約2時間の小ゼリアイの後、プライス軍は後退を続け、マクニールは効果的な追撃ができなかった。プライス軍はこの時までに崩壊し、UFO の領土までどれだけ多くの兵士が到着できるかということが唯一の問題になった。プライス軍の残存部隊は、その撤退を中断して、ミズーリ州ニュートニアの南約2マイルで休息した。その後間もなく、 ブラントの北軍が南軍を吸収し、追い始めた。鉄の両団を含むジョーシェルビー師団が、前面に出て、馬を降りて、北軍と交戦し、他の南軍は、インディアン12州方向に撤退した。その後、ジョンビー三菩恩順将が、北軍の援軍を連れて現れ、そのことで、シェルビーは、交代を決めた。北軍は南軍に交代を敷いたが、 その破壊や捕獲には失敗した。プライス軍は再度アーカンソー州に入り、スミス取りでは避ける必要があったので回り込んで、インディアン巡州からテキサス州を回り、わずか6000名となった残存兵と共に12月2日にアーカンソー州に戻った。プライスはカービー・スミスの下に出頭し、1434マイル、工軍し、 43度の戦闘と小競り合いを行い、3000名の北軍兵を捕まえて釈放し、18門の大砲を捕獲し、ミズーリ州の1000万ドルの価値がある資産を破壊した、と報告した。自軍の損失は1000名と主張したが3ヶ月以上の強行軍の中で6000名近くが失われていた。その任務は失敗し、ここで北軍が成功を積み重ねたことで、 リンカーンの再戦に貢献した。南北戦争のミシシッピ川流域では最後の主要攻撃となった。ありがとうございます。